forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when. さあ、今日はプロラボから届いたオーガニック無農薬野菜を使ってグリル野菜を作りたいと思います。このグリルパンにオーブンシート合わせて、ひいておきます。どうしようかな。まずはブロッコリー。このプロラボからはオーガニックの野菜が定期便でも届くし、いついつに届けてほしいって言うとお願いすると、その日に、取れたての新鮮なお野菜を届けてくれます。めちゃくちゃいいです。今回もいろんな野菜が届いているので、グリルで焼く野菜と葉っぱものは葉物は、サラダにしたいと思います。さあブロッコリーをちょっと引いて、秋のなんかじゃがいもだって、これもめっちゃ美味しそうです。ガガガガって入れちゃおう。もうね、じゃがいもとかも無農薬オーガニックなので、皮付きのまま一緒に焼いちゃいます。でこのクレイジーソルトとお酒で漬けておいたチキン。チキンは今回はたっぷりザン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 乗せちゃいます。もうこれお野菜とこのなんか素材の味をたっぷり堪能する感じで、もうお家にある野菜とかでいいと思います。その季節の野菜、グリルの天板に隙間なく入れちゃいます。よしよし、ネギもあったからね。ネギもどこに入れようか。絶対美味しいでしょこれ。私結構定番でやります。人参も、人参さん、人参さん、葉っぱがすごいね。輪切りでいく。めちゃくちゃ味が濃いです。美味しい。彩りよく。食事ってね、やっぱり栄養もとっても一番大事だし、あとはこの見た目、彩りもとっても大切だと思います。そしてあとは美味しいねって食べる仲間がいたらね、やっぱり大事な人のために作るお食事っていうのもとっても大切だと思います。そして、今日女の道の駅で買ってきた、女村さんのビーツも足したいと思います。見てこの色、いい色です。ビーツも焼くとちょっとホクホクした感じになるのでいいよ。食べる輸血と呼ばれているビーツです。チキンはあんまり被らないように火がちゃんと通るようにいって、黄色いトマトと赤いトマト、さあどうでしょうか。こんな感じかな。もうパンパンに詰まりました。これをオーブンで焼きたいと思います。ポエムを茹でます。もうね、サッとでいいんだって。アスパラのような、菜の花のような、おー、このオータムポエムが茹で上がりました。シンプルだけど美味しいです。よいよい。
ビールを飲んでおります。乾杯。このままわさび鍋、わさび好きな人たまらん。うわ、大変だった。もうどうなの、ツーンって、シンプルがいいね、やっぱりね。イエーイ、わさび菜ととろサーモン、ディナー完成しました。イエーイ。塩コショウしているけど味が足りなかったらもう少しクレイジーペッパーと、これあの塩のポン酢も入るから、塩ポン酢もそんなに味を邪魔せずに、はい、美をさ、追求してる人、うん、やっぱりこういうのを皆さん、そうよ、結局はたどり着くのは、そう、たどり着くのは結局こういうところに行くんだよね。りっちゃんはさ、ファンデーションしてるの？今塗ってないよ。塗ってねえんだ。なんでそんなに綺麗、キラキラしてるの？シミがキラキラってテカテカだけどね。やっぱりね、あれだよ、ヨガ、ヨガ日焼け止めはすごい塗ってる。あ、日焼け、うん、あとビタミン C とかすごい塗ってる。いただきます。お腹すいた、ね、めちゃくちゃ美味しい、うんうん、よかった。もう本当にこのクレイジーソルトと、うん、胡椒と、うん、オリーブオイルだけだから素材の味が出るって、ね、こういうことだね。そうなんですよ。ブロッコリー食べてみなよ。あれは濃いよね。すごい美味しい。付、うん、け送ってもらうの、この野菜。まだ私もでも3回目かな、ね、定期便とかもあるけど、うんうん、受け取れない時とかあるじゃん。だから今回はこう沖縄だし、うんうん、東京のお家にも送ってもらったりとか、デビチデビチ撮ってるよさあ楽しい時間はあっという間に同級生の会が終了します。みんなありがとうありがとう。